あー腕痛いな、肩痛い。皆さん肩痛くなりません？追い越し禁止っつったって車線変更はいいんだべな。まあ変更しないけど。いやーそれにしても今日は初めて、道志の方面、宮ヶ瀬道志方面行って、まあちょっとね宮ヶ瀬で吊り橋に行くっていうのを忘れるという失態を犯しましたけれども、まあそれでも今回のプランは良かったんじゃないでしょうか。こうして帰りは高速に乗ってジクサーの高速での走りを体験することもできましたし、何にしよう首都高、ジクサーの初の首都高問題ないということで、これもこれからねジクサーを買われる方にとっては参考になるんではないでしょうか。普通のあれですね、常磐とかなんていうのかな、高速道路か、東名、今日通った東名とかよりももしかしたら、あら、首都高速の方がジクサーにとってはいいかもしれないですね。まあジクサーにとってはいいって言ってもなあれなんですけどね。やばいな、これ左よ、左行ける？これ、あ、行けるね。神田橋、神田橋ってこっちじゃない、出口じゃない、出口ちゃうじゃん。ジクサーの場合はそうそう、なんでかっていうと普通の高速道路だと3車線あるじゃないですか。そうすると結構なスピードじゃないですか皆さん。その中で首都高っていうのは2車線しかないから、そういう点ではうん、そこまでスピードみんな出さないでしょ。結構車多いし、そう考えてみるとジクサーのスピードには首都高は合ってるのかなと。普通の高速ですと100キロ120キロ区間、区間っていうのもあるから、それだときついじゃないですか。でも首都高はそんな走ってる人いないから、結果ジクサーには首都高が向いている、そういう結論に至ります。ということで今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。では首都高速編ジクサーでした。ありがとうございました。バイバイ。